皆さんこんにちは、さやかさこころです。こんにちは、宮下です。はい、今日はずっと一回聞いてみたいなと思ったことがあったので、はい、お呼びしました。水入らずの会話ですね、はい、兄弟水入らずの会話ですね、はい、兄としては嬉しいですね。あの、はい、前回のシンガポールもそうなんですけれども、はい、ガーミンのデータかなり溜まってますよね。 S60、 はい、はい、ずっと自分の動画にはガーミンのデータつけてるんで、そうガーミンが宣伝してるの。これはガーミンのデータかなり溜まってるんじゃないかと思いまして、うん、どうなのかっていうのを知りたくて、ガーミン S60 が今自分の状況とか、うん、フェアウェイキープリスとかパッドミスとか、うん、出てる、全部出てる、全部出てる。最近の統計を知りたいなと思ってお呼びしました、うん、ありがとうございます。はい、どうですか、ガーミンの S60 ならまず僕に任せてほしい。はい、1つ目、ヤードのズレがない。お5ヤードもない気がする、うん、で高低差はちょっとよく分かんないけど、うん、ズレはない、うんうん、気がする。そんな大きなってことだよね。そうで、ちょっと普通の話なんですけど、パッと見でこうやって見れるのはやっぱ最高、うんね、もう一つ、例えば、この動画が公開される頃には あると思うんですけど、僕この前90切りできたんですよ、バックティーで、うんうん、で皆さん見てると思うんですけど、これね、これ、うん、これ見てると思うんです、僕が出る動画の時に、はい、この場所でこれを打ったっていうのが全部わかるのがやっぱ最高だなと思って。え、結構見返すんですか、帰って、いや帰る車の中で毎回見る。7番で178ヤード、まあ確かにそのこれ飛んだけどすごかったなとかフェアウェイキープとか分かるじゃないですか、うんうん、パッド数とかもあの時これ打ったなって、多分ゴルフ上手い人はみんなあのホールでこう打ったって覚えてると思うんですよ、うん、覚え、全く覚えてないから、これ見ながら、これ見ながらだと思い出せる、思い出せる。 あのバンカーで8番で打って、あいけるなと思って打って右に行ったなとか、ここちょろったな、ダフったなとか、うん、そういうのが分かる。で今どうなんですか、そうで統計ですけど、ドライバーの平均飛距離だったりとか、うん、あそういうのもありますで、パッド数の、ね、このガーミンのここで分かるんですけど、あのハンディキャップとかも出てくるんですよね。お今いくつ、 21.8 だって。おこれいいのか悪いのか分かんない。まあじゃないですか、この100、うん、切れてるぐらいな、うん、100なんす、僕は100なんす。いや100はでも 21.8 だと切れてる。あそうか、うん、でここに濃い青と白い青があるじゃないですか。はい、これは平均の、ガーミン、あ同じ程度のハンデの人との比較で、同じ程度のハンデの人が、白い方の薄い青色、 21.8 くらいの人のドライバーより僕は飛んでます。お同じ程度の人よりもアプローチは一緒です、書いてあるじゃないですか、同じくらい。なんか1個だけすっごい低いのないですか。パターっす。あパターっす。それがパターです、ね、パターダメですって言われてますね、うん、なのでパターだけ直せば、うん、だいたいこのハンデの人たちよりは良くなるよ、同じさらにハンデは良くなる。おお、そういうことも分かる。分かる。へえ。でフェアウェイキープリスはどうなんですか。はい、行きましょう。あじゃあ先ドライバーだけね。はい、例えばこれまで打ったドライバーがここに飛んでますっていう、どこが多いんだろう。でこれ左じゃないですか。左が多くて平均で240だ、ドライバーだけだと、うん、でまあ右の方が多いんじゃないのかな。引っ掛けも多いですね。そうまっすぐ左に行く。あ引っ掛けっていうかストレート、ストレートまっ左、うん、今のアドレスだとそうだから知らないかなって。なるほどね、傾向が見える。チップもまあどのくらいこう乗ってるかなとか。これチップって何ですか。多分30ヤードとか40ヤード以内でどのくらいまで寄せれましたかね、何パット以内に寄せましたかねっていうことだと思います。これ寄ってないですね、グリーンに乗ったみたいな状態ってことで、うん、この辺多分3パット2パット1パットだと思う。これはちょっとまだでも1パット圏内が 22%、 2パット圏内が 25%、 バラつきが、そう3パット圏内が 25%、 パターは下手じゃねっていう話。寄せワン率 6% って書いてある、はい、ミスショット率 28% って結構高くないですか、うん、これだそれは、グリーンを外してるっていうことですね。はい、はい、でパターはまだちょっと CT10 ですよね。あそうまだね、あれ入れないと無理、ね、そうパターだけちょっとあれ入れようかな、 CT10、 うん、で
CT やろうかな。パターをやればあと何パターでいったとかも全部わかるんですけど、僕ちょっと CT 点まだ使ってないんで。自分のあれではわかんないですか。自分の入れてる入れてる入れてる、毎回入れてる。それを見れない。そう、 CT 点入れないとロングパッド、ミディアムパッド、ショートパッドとかそういうのを見てくれない。だパッド数の平均とかは多分出てるんですけど、そうちょっとねそこの見方がねわかんないんだけど、毎回このラウンドを見ながら39って書いてあったとか、こっちの方が分かりやすいんだよね。この画面、最近の一番最近のコース、これこの前のめっちゃだ。これとかフェアウェイヒット14分の6とか。14分の6ってことは半分以上外してるよね。パーオン率が18分の4、パット数40とか。これ毎回見ながら、パーオン率少な、うん、パーオン率やばい。毎回 OB ってリカバーして3パットだから、うん、でパットがこの日いくつですか。40。だってパーオン率18分の4で、うん、フェアウェイキープ率14分の6 6でパット40って103叩きますよ。103叩く。じゃあ逆に良かったやつは。良かったやつだ、この前の。ああ、やっぱり、うん、あの全然率が変わってる。18分の6、ちょっと4から6に上がってるでしょ、パーオン率が。でパット数が減って、うん、フェアウェイキープ率も少な、14分の3、うん、少な。何少なとこうやってやるわけですよ。すごいね、すごい。フェアウェイにヒットしないのに、こうガーミンのおかげでどこに行ったかの地点が分かるわけじゃない、正確に。フェアウェイキープ率ないのに91って結構すごいですよ。ほぼラフからなんかそうだからすごい、もう林とか岩場とかのリカバー力は大体いいよ。林を抜けるとかベアグラウンド、林を抜ける。そのスコア出ないんですよ。 目の前に大きい林があって、58でパーンって言ってオラーって抜けるとか、もう超得意になってきた。超得意で、こういうのが分かるのが、その地点の精度が高いから、うんうん、フェアウェイが外したってすぐ分かるし、あの打ったってのも分かるから。普段使いはしてるんですか。ずっと毎回使ってますよ、これ。楽しいもん、毎回これ見るのが。このじゃあ普段使い、家普通に時計とか。ねそれはしてなくて、プールに行くときだけ。プールに行って、今あの家の近くにプールあるんで、家10時とかから泳ぐんですけど、つけて往復の回数数えて、うん、50往復くらいしたら帰ろうみたいな。あ、でもそれで往復の回数を数えてくる、うん、そのくらいで普段は使わない。うん、うん、そういう使い方もあるしです、うん、プール。あとランニングするときにも使う。めっちゃ精度高いから、あの、なんていうの、車線のどっち走ってたかすら分かん、すげえ楽しい、その地図を見るのが。他に何か良さないんですか。もうこれすごかったよ。これ基本的なことかもしれないんですけど、うん、スコア記入しなくていいんですよ、うん、打ってピー打ってピー打ってピーってやるじゃないですか、うんうん、で、パター数 何個って入れてくるじゃないですか。だからもうスコアカードになるんで、うん、スコアカードアプリを使わなくなった。あ、で入力して帰った車に同期しといて、家に帰って風呂に入りながら、うんうん、こうやって打ったんだなって。これはもうでも、これはでもさ、振り返るにはすごいいいけどさ、最高にこう、なんかスコアカードに書くっていうのはさ、うん、その時その時振り返れる良さもあったりするんですよ。うん、わかる。スコアカードに書いて、今自分が何オーバーで、うん、次どれぐらいで上がったら前半40、まあ1、2でまとまるなとか、あ次パー取んなきゃなとか。あれ、それだってこれボタン押して今のスコア出てくるんじゃん。じゃあ一個一個じゃん、じゃなくて全体の流れだよね。ピッて押して I ってボタン押したら、今インで36とか出てきて、 あと1ホールだから何だったなって分かるけど、そういう話じゃなくて、あとは全部がボギー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 とかパー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 とか、そういう話も出てくるよ。今のスコアでしょ。そう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 、うん、でもさ、こう横並びというかさ、こういう感じは出てこない。出てこない出てこない。だからこういうやつね。そう、こういうやつね。だからその部分のなんかこう、うん、なんだろう、慣れというか、うん、は必要だなと思って、こう自分の頭の中で自分を計算、結構スコアカードに書くっていうのは自分を戒める感じもあるんですよ。まあゴルフ感高いっすよね、うん、ゴルフやってる感高いっすよね、うん、だからこうやっぱデータ感、データ感で今どき、うん、IT、うん、な感じ、アナログ
鉛筆。いやいや、この間これつけてやってるし。うん。もうこれはでも楽にいろいろ楽しくなったゴルフは。うん、もうこれの宣伝ばっかりしてる、マウフトの人に。めっちゃ高いですけど。うん、でもいましたよ、この間ゴルフ場で一緒にラウンドした方も、もうすぐ買った。やってよかったですよ。でもやはりどうしても男の人が多いですね。まあね。あと普段使いもすごかった、その人のメールも全部やってたし、スマートウォッチになったんだ。うん、もうむしろ昔これだったんだよねみたいな、うん、昔これ使ってたんだけどもうこれじゃなくてみたいな。楽だよこれ、すごい楽っ て, ってすっごい楽だよ。へやってる感が出る、これこうやったら性格だし、うん、性格わかる。もうこれでいい。でも正確ですよ、すごく。だいぶ正確。この間つけてやりましたけど、うん、あとやっぱ奥の縦距離が分かるのはやっぱオーバーが基本いけないから、ね、うん、でもこれ使ってるのによくオーバーしてるなと思いました、この間シンガポールで。奥とか関係ないクラブ。奥見て打たない。奥見て打ってないから。奥に行かないクラブで打たないとダメです、うん、基本。基本あの書いてあるキャリーでそのまま持って打って、あれ思ったより転がるなってことが最近多かった。まあでもそのガーミンをすごく使ってすごくもう熟知してたから一回こう聞いてみたいなって、うん、どうなのっていう。このアプリを直したい。あ、そう。だから今フェアウェイキープリスとかも、ね、もうちょっとここにあるだろうなとかこう見せたいなとか思ってるくらい好き。でももっとすごくなりそうな、る、ね、取ってるデータと出すべきデータ の、うん、その自分が見たいデータにはなってないから、うん、もっと魅力的なアプリになると思ってる、うん、これは、うん、まあ熟知してます、ね、皆さんもぜひ、うん、質問あったら全部答えます。そうですね、まだ使い方がわからない方とか、うん、まあ、こういう機能、まあ、逆に新しいこういうのあるよとかあればどんどん書いてください。使い方わかんないこともお答えしていきたいと思いますので、今回はちょっとガーミンをねよく使ってる兄にちょっとテンション高くてすいません、普段はテンション低めですけど今日は高いです。聞いてみた動画でした、はい、皆さんもぜひ使ってみてください。 YouTube のこれ小さくなっちゃった、もうちょっと YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。ここです。